肺がんのため、9月30日に72歳で死去した落語家、六代目三遊亭円楽さん。早くも、レギュラーを務めていた演芸番組、笑い天、日本テレビ系、の代議都議メンバーの後釜候補が取り沙汰されている。しかし、話はそう簡単ではなさそうなのだ。円楽さんの葬儀は4日に営まれた。笑い天メンバーも前日までに次々と弔問に訪れていた。世話焼きな人ですから、誰からも好かれていました。林家金平さんに代わって、代議都議メンバーに入った林家太平さんも、円楽さんには随分と世話になったこともあり、慕ってましたね、と演芸関係者。そんな中、笑い天は9日の放送で円楽さんの追悼する特別版、10日に追悼特番、関東ローカルを放送する。円楽さんが休んでいる間は、東西の落語家が次々と代打で出ていました。いずれは本格的に円楽さんの後継を探さないといけないことも番組内では検討されていましたが、それが間に合わないほどの急性でした、と先の演芸関係者は話す。ただ、後釜は誰でもいいというわけではない。多くのハードルが存在するのだ。人気番組、笑い天のレギュラーとなると、様々な思惑がうごめくからだ。円楽さんは東西の落語家を一つにまとめるという壮大な理想を持っていました。人脈のある円楽さんならという期待もありましたが、円楽さん亡き今、それも難しくなりました。それだけ各団体の壁は高い。現在のレギュラーは、落語芸術協会、芸協、から春風亭昇、太史と三章、新メンバーの桂宮治、落語協会、は林家喜久扇と林家太平、円楽一門会は円楽さんと三好楽という顔ぶれでした。本来なら円楽一門会から代わりを入れたいところですが、各団体のせめぎ合意が起きかねません、と放送関係者。さらに笑い天メンバーとなると、ある程度名前の通った人がいいのですが、そうなるとスケジュールを抑えるのが大変です。笑い天メンバーは1年ぐらい先までスケジュールが決まっています。宮治さんの時も人気者なので先までスケジュールが決まっていたのを、かなり無理をして変更して、何とかメンバー入りを果たしました、と続ける。笑い天メンバーというプレッシャーも大きなハードルでしょう。番組としては若返りを図りたいこともあり、宮治さんのような世代に期待したいところですが、若手にはかなり荷が重い。毎週、テレビで大喜利をするわけですから、降板した林家三平のようなケースもあり、人気者のチケットを手にする代わりに、大きなリスクを背負うことにもなります。とは先の演芸関係者の言葉だ。円楽さんを失ったことは大きな痛手だ。ネットの声。これが豪傑ならば空いた席はゲスト枠として復帰を待つのもありだが、他界してしまったのなら新たなメンバーを据える方が望ましいと思う。人選に関して協会のパワーバランスや知名度などいろいろな意見が上がっているが、やはり実力で選んでほしいと思う。いきなりよそから連れてくる。よりも若手大喜利のメンバーから選ぶのがいいのではないだろうか。もっとも共演者が同じ若手ではなく大先輩の師匠たちが相手では萎縮して実力がすぐには出せない心配はあるけどね。それでも親や派閥の力で選ばれるよりは視聴者も納得できる気がする。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。